はい、ツンクの革命を一言で言うならば、紫の上シード、これがいわゆるその岡田さんがよく言ってた、女体は好きだけど女は嫌いなんだよね発言。出たんですけども、はい、次行っちゃおう、うん、こちらですね、6割以上のアイドルがファンと付き合うことに賛成というアンケートが出まして、今現役グラビアアイドルとして活動しながら、うん、グラドルたちが働くカフェの経営者でもある手塚真知子さん、が、まあ、二足のわらじでアイドルやってるんですけど、うん、自分の経営してるカフェにアイドルが働いているから2ヶ月かけて働いてるアイドルさんにアンケートをお願いしたと、うん、そこでファンとアイドルが付き合うことありかなしか、うん、ありが 64%、うん、なしが 23% で、その他13%で、この6割以上がありだ、ちょっと思ったんだけど、俺は最近ね、 G よりもアイドルの盛り上がりってためかけてる雰囲気あるよなとは感じてて、ちょっと振り返ったんだけど、近年のアイドルブームすごかった、うん、いつぐらいがピークかなと思ったら、うん、やっぱりあれでしょう、 AKB のことは嫌いになっても、うん、違うわ、はい、私のことは嫌いになってもだ、それすごいエゴでとにかく、うん、この名言でおなじみの、はい、前田敦子が出てた、はい、総選挙っていうのは2011年、うん、で同時に、まあ、AKB 快進撃するんだけど、問題はこの年に事件起こりましたね、はい、あるアイドルが坊主になって現れるって事件がありました、ね、あったみなみちゃんバリカンはやめてっていう、でそこで、まあ、いろんな著名人の方がちょっと冷めたって言い出す、いろんな人が あれでちょっと違うかなと思った、やりすぎて、であれはちょっと軍隊に行きすぎて、貴様それでも軍人かプシーみたいなノリで、はい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 、貴様それでもアイドルかプシーっていうのをやってて、ついていけなかった人たちが体育会系ノリ軍隊ノリみたいなのがないところがありますよって乃木坂スタート。優しい。問題はですね、うん、面白いことがあって、アイドルブームって波があんだよ、うんうん、あの時期すげえアイドル流行ったな、あれ最近アイドルでこうパッとしたアイドルとかすげえアイドル出てこないねみたいなのが、はいはいはい、あってさ、で俺ねそれを調べてみました、これ、ね、平凡と非凡の間を行き交うアイドル文化、どういうことですか、アイドル自体そもそもそういうことをずっとやってて、これちょっと面白かったんだけど、はい、0年代構想っていうのがあって、はい、非凡を目指す平凡少女、はいはいはい、これ要するにモームスたち、ほう、平凡なんだけど本当はバーサススーパー歌姫の時代がやってくるわけだよ、うん、浜崎あゆみ、倖田來未、愛子はじめとせミーシャ、この人たちはもう抜群の歌唱力で勝負してくる、はあ、これがまた同時代に起こってるのが0年代の頭、なるほどね、そう、ここで何が起こってるかというと、やっぱり平凡対非凡の戦いがここでまた起こってるっていうのが、まあこれが0年代構想みたいなのが、うん、でこの構想が後にどういう状態になっていくかっていうと、まあ、最終的にはAKB の一人たちの方向にこう向かっていくでね、先にね、ざっくり、はい、ツンクの革命を一言で言うならばの、はい、ツンクが何をしたかって話、見つけてんで、アイドルって何か、はい、日本人で何か、何ですか、紫の上シンドローム、光源氏という、平安時代の、物語がありますね、あ、光源氏が、紫の上という人を、見初めるんですけど、当時まだ幼女です、でたまたま見つけた幼女を、あれ俺の好みにしてえなと思ってさらって自分好みになっていくっていう、うん、もうこれ男の理想なんです、うん、そうですね、うん、この夢が日本人の遺伝子の中にものすごく入ってる、プラス不正応援したいっていう、はいはいはい、で、うん、もし娘がいたならばみたいな、そういういろいろな男たち、あ、なるほどね、そう、これは足長エロおじさんって言ってるんですけど下心はあるんだが応援する手を取りたいという、あ、日本人の男子のこの複雑な心境みたいなものを一言で言うと、この紫の上シンドローム、これをシステム化したのがモームスで、さらにそれを AKB システムで完成させるという流れが、まあ、できるわけですね、これ、はいはいはい、まあ、男のアイドルについてちょっと話してないですけど、まあ、足長エロ兄さんの話します、でそれは下手をすると、どんな人を応援するかって時に、自分の理想の相手しか応援しませんっていうことになるわけだね、この愛情っていうのはエゴイズムに繋がっていく流れ、あ、トップブリーダーっていう人たちいるじゃん、ペットの評論家やる人、はい、血統書付き毛並みがよくってうちの子はねって言うんだけど、その子雑種だったら愛せないんですかって、うんうん、雑種を愛せない犬好きって愛犬家なんですかみたいな問題と繋がってくる、うん、みんな応援するんだよって言っても
かっこ俺にとって正しい、俺にとっての理想のやつだけ応援する、だから坊主になれよ、俺を裏切ったんだったらよっていう流れがそこに潜在的になる。裏切るような子はうちの子じゃありません、プシッピ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 シッみたいな感じですよ、はい、そしてじゃあね、だったらね、アイドルなんか追っかけないで、うん、リアル恋愛しろよ。しかし、はい、上がりきった女たちの自意識に対応できるだけのそのタフさを男たちは持ってない、うん、だから、うん、ちょっと待てよと、女っていうもの、邪魔なものどん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 取っていくと、最終的にはただの人形になっていくわけだね、うんうん、ドール化していくっていうね、うんうん、でこのドール化っていうのが0年代の真ん中ぐらいから、例のごとくパフュームあたりから始まる、はい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 、っていうやつなんね。で ただなかなかこれえぐい話で、どういう時代かっていうと、俺はねキューティーハニーの時代と思ってドール女の子ノーマインド心持っちゃいけません、はい、この中に男の宝物をインストールして出来上がったアイドル、でこれなかなかきつい問題で、はい、男の中の宝物って、うん、例えばベビーメタルの中の人、はい、ヘビメタ大好きおじさんです。そうですね、うん、ヘビメタなんでみんな聞かねえの、うん、こんなに最高なのに言った時に、うん、おじさんが出てたら誰も見てもらえません、ね、だったら可愛い女の子に歌ってもらおうよ、俺たちのヘビメタをって言って、ここでメタルをインストールしますっていうような構造でアイドルが生まれていくっていう話で、でまあこれ最後ね言いたいのは、はい、結局のところ女性アイドルに女はいらないって話になってしまいます。女の中の女性っていうのは非常に凶暴で本当は怖い、これ野獣ですから、これはいらないです、うんうん、これがいわゆるその岡田さんがよく言ってた二の体は好きだけど女は嫌いなんだよね発言これがアイドル文化の本質の中に一つ入っちゃってる。なるほどなるほど、だからえぐいことが起こる、事故も起こるみたいな話。